ウィーンの森ウィーンの森は、オーストリアのウィーン郊外やニーダーエースターライヒ、中東部に広がる山々のことを指す。アルプス山脈の一部を成している。森とは言っても、広さは約1000平方キロメートルに及び、実質は山である。アルプス山系の最北部分を含んでおり、アルプスからカルパティア山脈に移り変わる部分にある。最高地点は、 海抜893メートルである。ウィーンから近いため、ウィーン人にとっての重要なレクリエーション場所ともなっているが、スプロール現象が懸念されており、1987年には、ウィーン市長、ニーダーエースターライフ州知事、ブルゲンラント州知事が、この地域の自然を保護するために、いわゆる、ウィーンの森宣言に署名した。ウィーンの森は、トレースティン川、ゲルシェン川、 トライゼン川とドナウ川に囲まれ、ロー,アーオーストリアの4つの地区のうちの2つ、モスト地区と産業地区との境界線にある。森はウィーンの市街地にまで達していて、市街地周辺の人口密集地域では、市民のお気に入りのアウトドア行楽地となっている。ウィーンの森で最も高い標高になるのは、シェーフェルの丘で標高893メートルある。ここには、 ウィーン大学のレオポルド・フィグル天文台がある。ウィーンの森を流れる重要な河川は、ウィーン川、シュベヒハート川とトリエスティン川である。ドナウ川とウィーン盆地を見下ろす、最北東のレオポルド山は、アルプス山脈の東端を形成している。ウィーンの森は、自然保護地区であり、重要なレクリエーションエリアであるが、都市のスプロール現象の脅威にさらされている。 ラインツァーティアガルテンは、文字通りの意味は、動物園であるが、実態は、シュバルツェンベルク公園のように、イノシシや、その他の森の動物たちが生息する拡張型の自然公園で、19世紀に、ウィーンの市内に設けられたものである。サンドスタイン、ウィーナーバルト自然公園は、ウィーンの西約2 0トルのプルカースドルフの近くにある。ここには、 ドライデイリシエン洞窟などの洞窟もある。ウィーンの第14区パッペル通り、ウィーンの森と境界を接した住宅地区ウィーンの森の山脈は東アルプスとカルパティア山脈の間の移行点であり、ドナウ川とウィーン近くのいくつかの構造線によって隔てられている。北部地域はアルプスの砂岩地帯の一部であり、南部は北部石灰岩アルプスの一部を成している。 東部の境界は、ウィーンボンチェの地質学的、ブレイクラインを形成する、サーマルラインである。ブナ、カシアシでは、ウィーンの森の北部全般を覆っている。南部には、新葉樹、主に松やみが生えている。フェーレン山自然公園は、南部領域になる。ウィーンの森は、8世紀頃から人が住むようになってきた。ウィーンの森は、11世紀以来、1850年まで。 王室の資料上であった。アバールの影響により、民族大移動後、スラブ系の人々がここに定住し、デブリン、リーシング、ガブリッツのような村の名前は、彼らに由来するものである。16世紀以降、林業が営まれている。1840年頃に始まった、産業開発は、この地域の人口の増加を流した。ウィーンの森の北部を通って、ヤンが、 1683年、オスマン帝国の第二次ウィーン包囲で、ウィーンを助けるため抗軍した。1870年に、森林の大部分を伐採する計画が進められたが、これは広範囲にわたる市民の反対運動を引き起こした。その中の重要な指導者が、ヨーゼフ・シェーフェルであった。1987年、ウィーン、ニーダー・エスター・ライヒ州、ブルゲンラント州の州知事は、 この地域の自然を保護するために、ウィーンの森宣言に署名している。ヨハン・シュトラウス2世が、ウィーンの森の物語を作曲したことで、世界的に有名になった。ベートーベンや、シューベルトも数々の曲を作曲している。ウィキメディア・コモンズには、ウィーンの森に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。